このスペーサーを使って、土台の方ですね、つけていくところを作っていこうかなというふうに思います。はい、ということで自作スライドダンパー、今回は今まで作ってきたこちらのスライドする部分ですね。これをですね、土台を作ってシャーシにくっつけてみたいというふうに思います。で、シャーシにくっつけるときにですね、自作のフロントバンパーとかね、使うかもしれないなっていうことをちょっと想定しております。で、その土台なんですが、何で作るかというのをずっと考えていたんですけども、こちらこのステーと同じカーボンマルチでやるのか、こちら FRP のマルチ補強プレート、これを使ってやるのかと、この2択でね、悩んでおりました。で、やっぱね、こっちで揃えたらかっこいいかなっていうふうに思ったんですけど、土台だし、ちょっと土台の方本当にね、こんな強度必要なのかなっていうね、値段が4倍以上ですので、ちょっと今回は FRP を使ってやってみたいと思います。僕の想像ではですね、多分 FRP の強度で十分じゃないかなというふうに思っています。っていうのは、このステーが十分硬いからですね、わざわざここまでお金かけなくてもまあいけるんじゃないかなというふうに考えています。ただちょっとこっちの方が軽い感じですかね。今回はこれでやってみたいというふうに思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきましょう。で、ちょっとね、机汚れると片付けるのは大変なので、使い捨てのウエストをね、敷いていきます。はい、こんな感じですね。はい、これを土台として使っていくということですね。まあ土台の上に置いて、スペースがね、こんな感じで入るかなということですね。はい、でこうなるので、この穴残しますね。こことここは残します。でここにですね、このステーと同じようにスプリングが入る同じ大きさの穴を開けると。で、横は稼働する部分で邪魔になるので、この辺で切っちゃうということですね。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと火花出るんですね。知らなかった。おっかないですね。はい、じゃあちょっとどうしようかな。穴を開けてきます。はい、ちょっ と間取るのを忘れて飛んでしまったんですけども、このぐらいまで来ています。ここにバネ入ってありますけども、大きさが違うとちょっと型が出てしまうので、ちょっと確認しながらですね、同じ大きさに、整えていきたいと思います。はい、大体同じぐらいのね、穴になったんじゃないでしょうか。はい、まあガタがない、ちょっとあるけどね、ガタというかこう同じ大きさなんで抜けますよね。するとぴったり入れると、まあガタはそんなにないです。若干はね、どうしようもないかな。はい、こんな感じで、土台がね、出来上がりました。で、これをですね、組んでいこうかなと思うんですが、まず自作したフロントバンパーで、ね、装着を試してみたいと思います。はい、だんだんね、机が傷だらけになってきておりますけれども、今回このバンパーこれですね、この自作したフロントのバンパー、この下のやつですね、これをちょっとこのマシンから取り外して、スラダン今回作ったやつを乗っけてみたいと思います。はい、こちらですね、昔作ったフロントのバンパーですね。こんな感じになっておりますけれども、ここにまずはスラストなしで一回乗せてみたいと思います。どういう風になるのかね、気になります。
その辺にこう乗るってことですよね。これね、土台が乗るってことですよね。これが土台ってことはここに穴開けてもいいっていうことですよね。ここに溝掘っても同じことができるということですよね。これもいつかやってみたいなと思いますけれども、今回は普通に土台を使ってやっていきます。どんな感じになるんですかね。ここからは本当に未知の世界ですね。まずはビスをね、ちょっと長めのやつ下から通して、長いな、大丈夫か、長い方がいいか。まず長いやつの方がいいですね。こうですね、こう通して、この矢ですね、こうですね、こうなる。でスペーサーがここに入る、入りますね。長いね、やっぱね、長すぎたかもしれない。でこれを押さえると、この状態で動かないと意味ないですよね。まずは、おお、すげえ渋い、動きが渋いぞ。あ、大丈夫ですね。はい、動きます。こんな感じですね。ここにバネを入れたらね、ここにバネ入れたらスラダンみたいになるのっていう話ですよね。取りてきちゃうね。なりますね。ちょっとネジ締めよう。きつく締めたら動かないかもしれないね。精度が出てないですから。これね、ちょっと引っかかる感じがありますね。やっぱ穴が小さすぎたのかな。ガタなさすぎんのかな。ちょっと抵抗が大きいのかな。ちょっとわかんないですね、まだ。はい、こんな感じで動くけども、やっぱここね、まだ蓋がないので出てきちゃうよね。はい、出てきちゃいます。はい、こんな形になっております。裏はね、こんな感じ。ここに引っかかってバネが落ちないような感じですね。これもう本当に M4D Japan のスバートさんの動画と、ね、同じ状況になってるんじゃないかなと思います。で、ですね、このフロントバンパーにスラストをね、フロントバンパーのところでスラストをつけるために、私の場合は、こういう斜めに削った板をね、斜めに削ってあるんです。これを、こう隙間に挟み込んでね、スラストつけておりますけれども、これ入れたらちょっとうまいことになるのかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。はい、スラストつけてみました。このビスをね、ちょっと前に倒す感じで曲げるとうまくいきました。ですね、はい、でバネ入れるとこうですね。ちょっと蓋ないんでね、出てきちゃう。蓋ない、蓋作んなきゃね、早急に蓋作んなきゃいけないね、これ。はい、こんな感じになりました。でですね、ここに蓋をつけましょうという話ももちろんね必要なのかなと思うんですけど、ここをとりあえず出てこなきゃいいやっていうことでブレーキを貼り付けるという話をね、スバートさんの動画で、言ってましたけれども、こううまい感じにねショックを吸収してくれて、ブレーキ本当にいいんじゃないかなっていうふうにね思います。あと交換が楽っていうのありますよね。ということで、ここにねあえて蓋をつけないブレーキでとりあえずどうなるかっていうのをねやってみたいと思います。それでどうしても不都合が出れば蓋をつけていきたいと思います。はい、ということで、ブレーキ貼ってみましょう。ちょっと長めにします。はい、ブレーキをね貼りました。これで飛び出してこないということですが、
当に大丈夫か、本当に大丈夫か、すごく怪しいです。ブレーキ押すとね、ちょっと出てくんだよね。ちょっと浮くんだよね。これね、ぐにょってね、ぐにょってね、ちょっとここ真ん中ちょっと出てくるんで、ちょっと怪しいかな。怪しいけど、なんか動きはね、すごくいいです。真ん中に戻ってるしね。このぐにょぐにょ感なんとかね維持したいんですけど、このちょっとブレーキだけっつうのはねちょっと厳しいかもしれないね。はい、はい、まあとりあえずね、一旦これで完成というふうにしたいと思います。はい、ということで、スライドダンパー完成いたしました。ちょっとね、完成度としてはねちょっとまだ自信がないですけれども、一応ねこの状態を次回ですね、マシンにつけて走らせてみようというふうに思います。で、ジャパンカップジュニアサーキットのね、3連のレンチェンジ普通にクリアできればまずは成功というふうに考えたいと思います。ということで、長らく作ってまいりました自作スライドダンパー完成したよという動画でございました。また見てねー。